皆さんこんにちは、クリムゾンナイトです。皆さん、本日電撃オンラインさんから公開されたクリムゾン妖魔大戦の最新情報は確認しましたでしょうか。明日からいよいよハーフアニバーサリーが始まるわけですが、前日にものすごい情報が先行公開されました。その内容がこちら。まず最初に紹介するのは今回一番の目玉、期間限定キャラ玉魂武器シリーズの登場です。やはり半年記念に合わせて限定キャラが来ましたね。登場キャラは総勢6人、タイマスシリーズ、そして妖魔大戦を代表するキャラが玉魂をあしらった武器を装備して登場です。まず一組目は朝海部と天ゲージさやです。おそらくこの2人はタイマス獲得イベントの特攻持ちキャラとして登場し、朝海部がイベント前半、天ゲージさやがイベント後半から登場することになります。ガチャの開催期間は朝海部が1日から、天ゲージさやが6日から始まり、どちらも9月12日までの開催となります。続いて2組目はキラキラリと川澄美琴です。こちらはおそらくタイマス強化イベントタイマス修練での登場になります。ガチャ開催期間はキラキラリが12日から、川澄美琴が16日からで、共に21日までの開催となります。続いて最後3組目は土雲と川澄かぐやです。この2人はおそらく玉魂獲得イベント大魔の断りでの登場になります。ガチャ開催期間は土雲が21日から川澄かぐやが26日からで、共に9月30日までとなります。トータルでは1ヶ月間のガチャ期限ですが、まとめて狙うことができないのが少し大変ではありますね。ただ限定キャラということもあり、復刻が来るかわからないので、私はもちろん全て初日で狙います。全キャラ狙えないプレイヤーのためにも、キャラ評価の動画や記事を早く上げられるように私も頑張るので、動画をチェックしてみてくださいね。第一印象で一人だけ狙うなら、私はキラキラリちゃんです。続いてハーフアニバーサリー期間中のその他のガチャ情報についてですが、9月1日から9月15日までハーフアニバーサリー記念無料充電ガチャが開催され、最大で140連ガチャを回すことができます。こちらでは先ほど紹介した玉魂武器シリーズのタイマシは登場しないため注意しましょう。そしてもう一つ、9月1日から10月1日まで未所持タイマシ開口ステップアップガチャが開催されます。詳細は不明ですが、未所持キャラが確定の充電ガチャなどの優勝ガチャになるかと思います。こちらも玉魂武器シリーズは排出対象外になります。続いて4つ目はタイマシ獲得イベントの開催についてで、今回の主役は新宮司光になるようです。七瀬咲の悲劇で今トレンドのキャラであり、私の推しキャラでもあります。イベント期間は予想になりますが、1日から12日までの約2週間になると思います。続いて5から7については、先日のクリムゾン先生の配信であった通りの内容になります。そして最後の情報が交換処方集に泉朝日、走りせな追加です。泉朝日は階級戦、走りせなは大体魔戦の交換処方集として入手可能です。9月から大体魔戦も再開するということで、それに合わせた追加になると思われます。それともう1点、9月1日から9月15日の期間の間、ハーフアニバーサリー限定ボイスが公開されるとのことです。全キャラなのか、今回追加されるキャラだけなのかまでは分かりませんでしたが、期間中忘れずに聞くようにしましょう。駆け足となりましたが、9月のアップで最新情報は以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。